彦さんです。どうぞどうぞ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いやもう随分ね、貫禄さえ出てきましたけども、とんでもないです。マッチは第8回のグランプリを取ってらっしゃいますんで、はい、まずはその受賞シーンからご覧いただきましょう。見てください。近藤雅彦君に。昭和56年でしたね。やっぱりもうすごい幼く感じるんだけど。そうですね、もう随分前ですから ね、でもこの時っていうのは、対抗馬ってなかったんじゃないですか。そうですね、比較的男の人が多かったんですけども、そういう音楽祭デビューする以前に一生懸命いろんな番組とか出てまして頑張ってたんで、その時自分がもう苦しい思いしたんで、僕より苦しい思いしたやつじゃなきゃ僕は抜けないなっていう気持ちがすごくあったんで、かなり自信があった。そうですね、でも本当にもうさっきも言いましたけど感動が出てきましたからね。新人の皆さんに、励ましの言葉を言ってください。僕は運よく、各音楽祭で、グランプリをたくさんいただけたんですけども、取れなかった人でもね、一生懸命頑張ってる人がいますの で、 そうですね、今日、惜しくも取れなかった方たちもですね、一生懸命にこれから頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがたい言葉、ありがとうございます。じゃあそれではスタンバイの方お願いいたします。言うこともなかなかね、貫禄が出てまいりました。さあそれではスタンバイができたようです。歌っていただきましょう。はい、近藤雅彦さんに歌っていただきます。ああグッド、お願いします。今やマッチの活躍は国際的です。今年は日本移民80年祭のゲストとしてブラジルへ、そしてあのルマンレースに参加するためフランスへ。8年前窓あの姿を残してデビューした少年が、今では男っぽい爽やかな青年に成長しました。近藤雅彦さん、ああグッド。風がバタバタ鳴っている、街の外れの提灯で、俺とお前は真ん中にボトルを置いて酒を飲む。夢しか知らないろくでなし、ああグッとグッと飲もうぜ夜明けまで、夢のラッパを吹き鳴らせ。知る、そんな時代を通り過ぎ、男は優しくなるだろう。ああグッとグッと飲もうぜ飲んだくれ、親の意見も誰に説教の柄じゃない。
またなと手を振るが、ああきっときっと飲もうぜまたここで、生きてきた。